というか画像なんですね。でここにドクター・アンドリアナ・ツベトコビッチって書いてあるんですけれども、こちらの方がね、元北マケドニア共和国の全権大使でいらっしゃって、写真を撮ったり、なんと俳句を作るのが好きなんですね。でこれはご自身が気に入っている国内の写真をこういったスライドショーにして、この今流れているのはマケドニアの曲ということなので紹介をさせていただきました。でチャボさんにボンゴで持って少しリズムを叩いていただいているというのが1個目の今日の皆様へのオリンピック記念のちょっとしたプレゼントということで、チャボさんもう少し時間ありますので、ちょっとお話しながらなさってお願いします。はい、皆さんこんにちは。ラテン和打楽器を専門にやってます加藤茶子と申します。ボンゴというのはキューバ の、ね、カリブ海に浮かぶ小さな島がキューバの楽器なんですけれども、当然マケドニアの音楽など私はいつかの造形もないし、ね、今回初めて聞いたような感じなんですけれども、入れ方によってね、こういう音楽にもなんとか合わせることができたり、日本の、ね、民謡や演歌にも合わせることができたり、クラシックにも合わせることができたり、そんなね、オールマイティーな楽器としてすごく魅力的な楽器だと思っております。でこんな楽器をね、教える仕事をやってますので、魅力に気づいた方はね、ぜひ一緒に叩けたら嬉しいなと思っております。今回、マケドニアの音楽に初めて触れて、世界は広いな、ボンゴ一つでどこまで合わせることができるかなって、これからも挑戦していきます。はい、加藤茶子でした。ありがとうございました。ありますので、お帰りにもしご興味が湧いたよっていう方、ぜひぜひ持って帰っていただいて、精力的に活動されていらっしゃいますので、またどこかで茶子さん聞けないけど、はい、で最後の演目でもね、茶子さんにもう一度叩いていただくようになります、はい、ではだったということですけれども、あの世界に羽ばたくイサム・ノグチ
たちが私たちと同じ富士山を見てただろうなっていうのはとっても嬉しいなと思います。そしてそのお父さんが茅ヶ崎海岸でエゴシワを見ながら貞彦さんにインタビューしていたっていうのも面白いエピソードだと思います。それではお聞きください。1906年貞彦インタビュー。貞彦、彼女と私は茅ヶ崎海岸の白い砂の上に心地よく座っている。この地に彼女の屋敷があるのだ。私たちは世俗から離れ別世界にいる二人の子供のようだった。目の前にそびえ立つ悠久の富士と白雪をいただくまさに美芸術の霊的権化が目の前に迫っている。マダム・サダヤッコは今しがた霊法を拝み、芸の上達と心の平安を祈念したようだ。すると彼女はきっぱりとこう言った。芸は何と言っても心。心だけです。今、私たち二人は足を濡らす、白く泡立つ美しい波の音を聞きながら、静寂の中で夢見心地の気分でいる。今日の貞彦の出立ちは完璧だ。優雅でうっとりさせる。彼女は35歳を超え、もう若いとは言い難いのだ。金色の太陽の光、日本の春の陽光がいかに確約と輝くかご存知だろうか。その光が風にそよぐ彼女の美しい髪の上に降り注いでいる。彼女は帰国以来、結い上げた髪を解いている。髪型以外でも、彼女は欧米の習慣を積極的に取り入れている。彼女の目は、アメリカの女優のような輝きを放ち、思わず引き込まれる。そして、うっとりさせる、その声。何もかもすっかりアメリカのおかげですわ。アメリカの旅で教わったことばかり。アメリカ、アメリカ、なんて素敵に響くのでしょう。もういっぺん行けたらよいのに。アメリカで教えられたのは自然さが一番重要ということです。化粧の仕方一つとってみても、私たちは日本画を描くみたいに顔を造作していたのですわ。細く小さく眉を引いて、口にはちょっと紅を刺して、おしろいを厚く塗っていたものです。アメリカの評論家に言わせると、あれは生きている女の顔じゃない。死人の顔ですって。確かにね。でも、日本人はそれが綺麗だと思っていたんです。日本の顔の化粧法ほど不自然なものはありませんね。アメリカでは本当にたくさん勉強いたしました。例えば日本では踊りながら笑うなんてことは許されません。でも向こうでは笑顔で楽しそうに踊らなければいけません。日本の芸術は人を人形みたいに作りますけれど、アメリカの舞台では生きている女を見せなければなりません。アメリカの化粧品の種類の多さには本当に驚きました。色が10種類以上ありましたね。おしろい一つとってみても科学的にできています。科学的に化粧しなきゃいけませんの。ニューヨークでおしろいを注文いたしましたら、黄色いのを送ってきたので、自分の顔はもともと黄色いからいらないって返品しました。でも店の主が熱心に勧めるので使ってみました。驚いたことに黄色のパウダーが私の地顔に乗ると、クリームがかった白でよく映えますの。それで私が注文を変えましたら、主が言った通りでしょって。顔を白く見せるのに白いおしろいっていうのは、再考えでした。ア
メリカの劇場にもびっくりしましたよ。15年前まで日本では芝居小屋に伝統さえなかったんです。背景画や舞台美術には目から鱗でした。アメリカでは舞台で演じるというより勉強したということです。サンフランシスコでは全く右も左も分からずに困っていたのに、一応演劇とはどういうものかとか舞台術を身につけてきました。本当にアメリカのおかげですわ。ニューヨークにいるとき、ある演劇学校を参観させてもらいましたの。パントマイムを見せられたんですけど、とても面白かった。日本に戻ってから昔からあるだんまりにそれを使ってみたんです。校長先生は私たちのために反逆の三味線という一幕ものの芝居を書いてくれました。貧乏な芸人と冷たい心の女房の話なんですけど、それをこっちの劇場でやってみようと思っています。でもアメリカではとても辛い思いもしました。マネージャーが必要だということを全く知りませんでしたし、どんな芝居が受けるかも分かりませんでした。サンフランシスコでは散々な目に遭い、西海岸は一文なしで回りました。どんなにか意気消沈でお腹を空かせていたか測っていただけるかしら。私は欧米公演の演目について尋ねた。楠木正成みたいな古いものを出したのは失敗でした。日本の歴史など誰も知らないからわからないんです。世話物をやらなければならないことが分かりました。愛はどこでも通用します。そこで芸者と侍を出しました。これがアメリカでもヨーロッパでもとても受けました。まあおかしなごちゃ混ぜ芝居なんですが、恋愛劇だということと衣装が豪華だということでアメリカ人には受けました。アメリカの人は何でも派手でハッピーなものが好きですね。陰気なだけの悲劇はどうも苦手。だから首をちょん切るところなどは抜かしてやりましたの。一回血みどろの首を出したらご婦人が怖がって金切り声を上げていましたっけ。でもフランスでは違いました。残酷なほど喜びますの。私が死ぬ場面がパリで一番の評判になったんです。フランス人っていうのは心底ああした血なまぐさいのが好きな人種なのね。おかしくて笑うより怖くて叫ぶ方が好きで、多分それより殺したり殺されたりするのを見ることがもっと好きね。虫も殺さないようなご婦人がね、腹切りを平然とした顔で喜んで見ているんですもん。上辺では上品ぶっているけど、フランス人は血と涙に飢えているのですわ。でも私はフランスに本当に感謝しているんです。何しろ世界最高の芸術や演劇の国でヒノキ舞台に立てたんですもの。私が今こんなに評価してもらっているのもフランスのおかげです。そしてロンドンですけれど、すべて思い通りに行きました。アメリカでいまいちだった小島光徳のような芝居がとても受けました。イギリス人はアメリカ人とは違い、忠義とか孝行とかそういうことがわかるんですね。共和制と君主制の国の違いかしら。ロンドンで受けた最高の名誉は何といっても英国皇太子の御前でやらせてもらったことですわ。今の国王エドワード7世に親しくご覧いただきましたの。日本式の芝居の舞台をバッキンガム宮殿の庭に建てまして、芝居はおかげさまでうまくいきました。皇太子はそれはご満悦。特に私の道成寺が痛くお気に入りで、いろいろご家紋がありましたの。なんてきれいな髪型だって大層なご機嫌でおっしゃっていられました。その後で英国のお金で2000ドルをいただきました。パリでは日本の公使館でもいたしました。
それからフランス大統領にもご覧いただきました。大統領夫人と楽しくおしゃべりしながら腕を組んでお庭を散歩いたしましたの。ガーデンパーティーに招待されてそこで上演したんです。サラ・ベルナールさんや他のフランスの女優さん方ともお知り合いになりまして、たくさんのことを教えていただきました。パリでの生活は本当に楽しゅうございました。忘れられない思い出です。でもあえて一番を選ぶなら、結局アメリカの劇場でしたね。アメリカの女優さんもね、それからアメリカの評論家もお追賞や馬鹿げたお世辞でなく的を得ていましたね。アメリカでの批評は私たちには良い教訓で、ヒントやコツが役立ちました。私はかねてよりも疑問を尋ねた。欧米の舞台公演はせいぜい3時間程度だ。ところが日本では歌舞伎のように数本の演目が組み合わされ、半日近くかけて一つの芝居見物となる。6時間近くにもなる舞台は女優の体力で乗り越えられるのかということだ。アメリカの3時間の公演に比べてこっちで6時間もやるのは疲れないかってお尋ねですか、野口さん。実はアメリカの3時間の方がこっちの6時間よりもよほど大変です。向こうでは日本のお客さんみたいに劇場でタバコを吸ったり、おしゃべりしたり、何か食べたり、居眠りしたり、赤ん坊を連れてきたりする人はいませんからね。それにこっちのお客はほとんど芝居など見てないでしょ。アメリカではみんな真剣に見てくれ、研究したり批評してくれます。だから向こうのお客の前でやるのは本当に大変なんです。こっちの感激の習慣が変わらない限り、日本の演劇改良には期待が持てませんね。日本人は芝居を見に来るというより暇つぶしに来るのですわ。劇場が芸術と人間性の神聖な殿堂だってことが分かっていない。日本の劇場が詩や人間の美の聖なる殿堂になるにはまだまだですね。さっきも言いましたけれど、芝居は心、そう、心なんです。私はマダム・サダヤッコに素晴らしいインタビューの時が持てたことに礼を言った。どういたしまして、野口さん。また来てくださるわね。明治の時代に世界を一周した女性がこんなことを考えていたって、私たちでも思い当たることがたくさんあるんじゃないかなと思います。はい、ではここから続いてはですね、夏にちなんだお話を続けていきたいと思います。
時々かき氷をやっている店に入り、いちご、メロンシロップをかけたかき氷を食べたのが、かき氷との出会いである。小学6年生の頃、私はよくトラコーム、結膜炎などの目の病気になり、夏休みに定期的に、現在の市役所の東側にあった茅ヶ崎市立病院の眼科に家から徒歩で通っていた。当時の茅ヶ崎警察署の並びで50メートルくらい平塚寄りに和菓子屋があり、夏場はかき氷を売っていた。その店先に縁台が置いてある。客は自由にそこでかき氷を食べていた。ある日、病院からの帰りに、その縁台に座り休んでいると、知らないおじさんが横に座り、かき氷を2つ注文し、その1つを、ダメだよ、と言って、おごってくれた。見ず知らずの子供が1人で座っているのを見て、哀れと思ったんだろうか。今思うと、親切な人もおり、良き時代だったなとの思いがする。ソフトクリームを初めて食べたのはいつの頃か思い出せないが、私はソフトクリームが大好きで、どこでも看板が目に入ると立ち寄り買って食べるのである。特に新鮮な牛乳を使ったものは美味しい。今まで食べた中で最高に美味しかったのは、鳥取砂丘にある売店に寄ったとき、そこにあった梨のソフトクリームである。特に上品な甘さと舌触りが印象に残っている。現地に行かないと食べられないのが残念である。現在は近くのスーパーで食べる夕張メロン味のソフトで、これはメロンが出始めないと店頭に出ない季節限定商品である。いつもバニラとのミックスを注文し、食べるときは外の景色を眺めながら楽しんでいる。アイスも多種類あるが、高齢になったのでかき氷よりソフトクリームが口に馴染んでいる。こうしたことも、世の中が落ち着いて平和であるからであろうと思うのである。耳出し芳一の話夜。下関海峡の壇の浦で、源氏と平家との間の長い闘争の最後の合戦が行われ、平家は一族の女子供も、今日安徳天皇として記憶されている幼い天子もろともに海へ沈んで滅亡した。まもなく阿弥陀寺という寺が赤間ヶ関に建立されたのは、これら平家の死者怨霊を慰めるためであった。受水された幼い天使と家来たちの碑が建てられ、仏事供養も営まれた。寺ができ、墓が建てられてから平家の人たちは以前ほどたたりをしなくなったという。しかしなお平安末期、今から800年余り昔のことである。
琵琶法師法一は赤間が関に住んでいた。彼は若いながら源平合戦を語ることを誰よりも得意とし、法一が壇ノ浦の合戦を歌うときは鬼人すらも天を仰いで涙をこぼすと言われる上手である。法一が身を寄せている阿弥陀寺の和尚は、盲目のまだ年若な彼を大層可愛がり、法一も折々に琵琶を奏でては和尚を慰め、穏やかに式を過ごしていた。ある夏の夜、和尚は壇下へ呼ばれ出ていた。蒸し暑い夜であった。法一は涼もうと縁側に出た。縁側は阿弥陀寺の裏手の小さな庭に面していた。そこで法一は和尚の帰りを待ちながら琵琶を奏でていた。夜中は過ぎた。裏門から近づいてくる足音、庭を横切って縁側に進み寄り、法一の真ん前に立ち止まった。大きな男の気配がする。法一！法一！でしょうか。怖がらなくともよい。その方に我がご主人からの御用を伝えに来た。お方様は今日壇ノ浦の戦の場所をお訪れなされた。そこでその方が戦の話を語るのに巧みじゃことをお聞き召された。御所望者によって琵琶を持ってすぐに身元後期の方々がお待ちの家へ来るがよかろう。法一は慌てて草履を履き琵琶を持ち男と共に出かけた。引いてくれるのが鉄の手であるのと足取りがガチャガチャ言うので、その男が甲冑に身を固めている侍であるのが分かった。しばし歩き、侍は立ち止まった。法一は大きな門に着いたことを知った。町のそのあたりに、阿弥陀寺の門以外に大きな門などあったろうか。法一はいぶかしく思った。それを打ち消すように、開門と侍は呼ばわった。すると、かんぬきを抜く音がして、門が開いた。誰かある？法一を同行してまいった。どこへ案内されてきたのか、法一には想像することもできなかった。今度は女の手に導かれて、磨き込まれた板敷きの広間を過ぎ、柱の角をいくつも曲がり、大広間らしいところの真ん中へ通された。法一は座り、琵琶の調子を合わせた。大勢の人々の絹ずれの音が、小声で話す声のざわめきが聞こえた。その言葉は宮中の言葉のようだった。と、老女の声がした。では、琵琶に合わせて、平家の物語を語るようにとのご所望です。平家物語の全体は
手短には語られませぬ。どのあたりを語れとのお望みでございましょうか。壇の裏の戦の物語を。そこで芳一は声を張り上げ、激しい海戦を語った。琵琶によって貝を操る音、船の突き進む音、やさけび、おたけび、足音、兜を打つ刃の響き、切られて水中に落ちる音などを驚くばかりに表して。おお、なんという見事な琵琶でございましょう。今までかような琵琶を弾くことができますなんだな。芳一のような語り手はまたとありませんな。芳一はにんまりとし、前よりも一層巧みに弾き、かつ歌うのであった。驚きの静寂が広間を満たしていった。幼い天使を抱き立てまつった2位の尼が船べりから海底に身を投げた場面になったとき、聞く者たちは一様におののき震え、悲しみの声を細く長く長く上げ、やがてこらえきれぬように大声に泣き始めた。その後もしばらくの間、すすり泣きは続いていた。芳一は歌い続けた。やがて次第に広間の声は消え、辺りは深い静けさに包まれた。そなたが琵琶の上手で、そして歌う方でも肩を並べるもののないことを聞いてはいましたが、かように見事であろうとは思いませなんだ。我が君様にも大変ご満足でいらせられます。後ほど相当のお礼をとのお言葉です。そしてこの後もここにご滞在の6日の間、毎晩御前にて演奏するようにとのお望みでいらせられる。よって明晩もそなたは同じ時刻に来てくだされ、今晩案内した者が迎えに参りましょう。なお一つ申しておく。それはそなたがこちらへ参ってたことは決して誰にも話してはならぬ。我が君様にはお忍びのご滞在ゆえの。ではもう寺へ帰るがよい。寺に戻ったのは夜明け方であったが、芳一が寺を開けたことは誰にも気づかれていなかった。芳一はこの夜の出来事については誰にも何も言わなかった。次の夜中にも侍は迎えに来た。そして明け方に戻ると、芳一は和尚の前に呼び出された。芳一さんや、飯いたものが一人であんなに遅く
のじゃ。下男を突き飛ばしてやることもできましたものを。そしてどこへ行かれましたのじゃ。宝一はじっと下を向いて黙っていた。和尚はそれ以上問いかけなかった。そして寺の下男たちに宝一に注意をさせ、寺を出ていくような場合には後をつけるように命じた。その夜も宝一は寺を出ていった。下男たちはすぐに提灯を灯して後をつけた。その夜は雨が降り、足元もぬかって悪かったのに、寺の者たちが通りに出ないうちに、前を行く宝一の姿は消えた。宝一はどこにもいなかった。あちこちを探しあぐねて帰ってきたとき、下男たちは身を震わすような激しい琵琶の音を阿弥陀寺の墓場の中で聞いた。いくつかの鬼火が揺らいでいるだけで、そのあたりはいつものように真っ暗だった。しかし、その奥、安徳天皇の御捧ぎの前には、雨の中に一人座り、琵琶をかき鳴らしている宝一がいた。宝一の後ろ、周り、墓の上の至るところには、鬼火が無数に青白く、大く小さく揺れていた。おじさん、宝一さん。宝一は一心に琵琶を引き、狂ったように壇の裏に戦の場面を語っていた。男たちは、宝一の耳の中にはめいた。宝一さん、宝一さん、さあ一緒に寺へ帰りましょう。高貴のお方の前ぞ。下男たちは顔を見合わせた。宝一が惑わされているのは確かだとうなずき合うと、宝一を捕らえ引き起こし、力ずくで寺に連れて帰った。和尚は本堂に宝一を呼び、その夜のことを説明してくれるよう説いた。乾いた衣に着替え、温かい湯を与えられた宝一は、見下ろす本尊の前でブルブルっと大きく身震いをすると、見えぬ両目を見開き、初めて侍の来た時から起こったあらゆることを語った。宝一や、なんで話してはくれなかったのじゃ。お前の音欲のあまりにうまいのは、今思いもよらぬ難儀を引き起こしているのじゃ。いいかえ、今夜お前は雨の中、安徳天皇の御捧ぎの前に座り、平家物語を語っていたのだよ。お前が見たと思ったものは、死んだ者が呼びに来たことのほかはみんな幻じゃ。遅かれ早かれ、いつかお前は取り殺されるところだった。だがのう、わしは今夜もお前といることができぬ。わしは別の法事に呼ばれていてのう、出かける前にお前を守る術を考えなくてはならない。日の入り前に和尚は宝一を裸にし、たっぷりと炭をすり、
光一の胸と背中、頭と顔と首、手足、足の裏にまで体全体に般若心経を書きつけた。無生マカハンニャハラミタ心経を。漢字財菩薩、行人ハンニャハラミタジ。今夜わしが出かけたら、お前は縁側に座って待ちなさい。どんなことがあろうと返事をしてはならぬ。動いてもならぬ。静かにただじっと座っているのだ。もし動いたりちょっとでも音を立てたりしたら、お前はズタズタにされてしまうだろう。助けを呼ぼうなどと思ってはいけない。助けようにも誰にも助けることはできないのだから。光一、大丈夫。わしの言った通りにすれば大丈夫じゃ。日が暮れて和尚は出かけていった。光一は墨染めの衣を着、縁側に座った。琵琶を傍らに置き、じっとして座っていた。気をつけて咳もせず、聞こえるほどには息もせず。やがて道の方から足音がした。足音は門を過ぎ、庭を横切り、光一のまんまに止まった。光一、光一、光一、返事がない。これはどうしたことだ。怖った目はどこにいる。縁側に上がってくる重たい足音がした。足音は近づいて、光一の傍らに止まった。それからやや長いこと、死のような沈黙があった。琵琶はここにあるが、琵琶法師は耳が二つあるきりだ。耳のほかには何も残っちゃおらん。仕方がない。では我が君にこの耳を持って行こう。わしが力の及ぶ限り上様の仰せられたようにした証しに。光一は自分の耳が鉄の指でつかまれ、もぎちぎられるのを感じた。やがて足音は縁側の上を遠ざかり、庭へ降り、道の方へ出て行って消えた。頭の両側から生温かいものがボトボト落ちるのを光一は感じていた。提灯を掲げ日の出前に帰ってきた和尚は、光一がそこに座っているのを見た。光一、これはどうしたことじゃ。和尚さんの声を聞いて光一は安心したのか、しゃくり泣きし始めた。そして涙ながらに夜中の出来事を語った。かわいそうに、かわいそうに光一や。みんなわしが手ぬかりじゃ。わしのひどい手ぬかりじゃ。
数お経を書いたのに耳だけが落ちていたと。許しておくれ。だが大一、危険は去ったようだ。お前は大丈夫だ。この不思議な出来事の噂は誰が広めたのか遠く広く伝わっていき、それにつれて平家物語も有名になっていった。それが荒ぶる平家の怨霊たちの鎮魂歌となったのだとか。磯の鬼火は小さくなり、夜中に通る船を沈めようとて揺することも、水泳する者が水中に引きずり込まれることもなくなった。その代わりのように背中が武士の顔をした。